はい、ということで今この目の前にありますのが青木プロのサントリーレディースオープンの優勝クラブ。はい、そうです。また丸も一緒ですか？そのまんまですね。これをちょっとですね紹介していただきたいなと思います。はい、わかりました。はい、ではじゃあまずは一番ドライバーからいきましょうか。はい、はい、ドライバーがゼクシオ X というですね、はい、ゼクシオの11代目と同時に出た、あの11とかこうなんだ数字で歴代あるんですけど、ゼクシオって、はい、で11と同じこう同時発売を初めてした X っていう、ちょっとこうなんですかね、アベレージゴルファー向け、ちょっとこう初心者の方とかこうすごく優しいっていう、こうゼクシオのイメージからちょっとこう競技者とかその競技ゴルフをしてるような人でもこう使ってもらいやすいようなちょっとかっこいいこうフォルムというかね、色とかもですね。はい、これは何年ぐらい使ってるんですか？まだこれは去年の、はいはい、からだね。そうですね、いろいろ試行錯誤して、またこのドライバー自体はあのそれこそ先週使ったばっかりですよね。そうですね、あの長さをちょっと 0.25 ですね、はい、長くした 45.5 から 45.75 に、はい、長くしまして、また 0.25 インチなんですけど、まあ、でもデータ取りをするとボールの初速だったりキャリーだったり大きく変わったので、はい、はい、球の高さもねちょっと高くな、変わったので、でもすぐに導入して、ヘッドスピードもねちょっと長い方が触れてたというか、あったので、もう本当もう思いつきは、ただミケルソンが優勝されてドライバーが長かったっていうので、僕が旦那さんにちょっとあの青木プロ長いドライバーちょっといいですかっていうところから始まったっていう、そういうなんか下調べからのその導入しましょうみたいなのがすごく早くて、なので結構あの、はい、逆に言うと、まあ、海外選手一時期すごい43インチとか短いのが流行ってた時もちょっと短くしてみようって言ってやったりとか、そういうなんかチャレンジをしながらっていうのが普通のこうなんだろうコーチと選手だったらなかなかできないものが、こんだけ長くいるからこそ、あ、じゃあやってみようっていうこの信頼関係もあって、普通だったらオフに結構ねクラブはいじったりとかするんですけど、はい、そこがもう毎週のようにいろいろと変わってます。でも常にそうですね、やっぱこう変化するのってやっぱ怖いと思うんですけど、でも変化することによって、まあ、僕たちよく言ってるんですけど、その進化があると思ってるんで、進化するためには常にこう模索して、はい、積み重ねることが大事かなっていうのは心がけてますね。いいですか？はい、触っていいですか？どうぞプロのものなのね、グローブつけてくればよかったなと思って。はい、でもなんかやっぱり身長がどうしてもね、なんですけど、どうしてもね、どうしてもやっぱりこれね、私はやっぱり胸下にあるけど、もうね、はい、首下にあるので、これをやっぱり触れるっていうのがすごい。あ、でもやっぱりあれですね、はい、これが14分の13、はい、フェアウェイに乗った、はい、あの4日間だと 78% でしたね、フェアウェイキープ率は。押しか出てこないですね坂井美樹さんと一緒に。あ、そうですね、ミキティと同じぐらいでした。ナイスです、ありがとうございます。すいません。はい、でドライバーの次が3番、はい、5番、7番、9番。9番が一番なんか使い込んでる感じがします。そうですね。結構私クラブを変える時も9番ウッドを最初に打って、はいはいはい、それで合うものはこう流れで作ったりとかしますね。結構こうクラブ選択する時の一番要となるこう番手というか、はい、タイミングが合うか合わないかとかが、はい、一番頼りにしてる9番、ね、この9番はちなみにどのぐらいの時に使われますか？だいたい170ぐらいのキャリーなので、165から70ぐらいの、はい、キャリーで、はい、そうですね、すごい打っております。でその次ユーティリティが5番と6番。はい、そうです。で16番のパー3は、はい、6で160ヤードでしたっけ？そうですね、ピンまでは160ぐらいあったんですけど、はい、まあ、あのピンエッジこう打ちたいところが大体、はい、私このクラブ153ヤードなんですけど、キャリーが、はいはい、なので、まあ、大体そのぐらい、うん、はい、でアイアンが少ないんですよね。はい、7、8、9、P そうです。もう本当にピッチングウェッジを抜くともう3本、はい、そうですよね、っていう感じですよね。7、8、9って結構少ないイメージが。そうですね、うん、やっぱりこうなんだろう、ウッドの方が楽に感じることも多いですし、うんうん、あのなんだろう、150ヤード7番アイアンとか、うん、こう8番アイアンで頑張ってこう振ってミスショットするよりかは、結構ハイブリッドとか、
こうなんだろう、7番より大きいクラブで楽に150を打つような、うん、こうゴルフをこう一般のアマチュアの方にはしてほしいなとは思ったりするところですね。そうなんですけど、ぶっとか難しいんですよ。そしてこれがピッチングで52と58。はい、そうですね。これはもうシンプルに。そうですね、あのジクラブなんですけど、グラインドスタジオっていうところの、はい、まあ元々14にいた職人さんが独立して作って、うん、いるところで、あの中学生の時からずっと愛用して、はいはい、使っています。この素材が銅を使ってて、ちょっと打った後にこのオレンジの層、これそうなんで削れてくると出てくるんですけど、まあ、すごく打感が柔らかくて、このフェース面ちょっと上げてみてもらうと、この打ったところが、そう、本当ですね、オレンジが出てくるんですよ、銅の色が。これ同じクラブをずっとですか？あ、いや、毎年、あの溝がやっぱ減ってきちゃうので、そうですよね、はい、変えるんですけど、もう型自体はずっと中学生の時から同じこの型で、うん、色も、うん、まあ、シルバーだったり、あの黒っぽいのだったりあるんですけど、私ちょっと暗い方が好きなので、はい、一番最初はちょっと暗いところから。そうですね、1年ででもシーズン出てて2本とかかなぐらいですかね。そのぐらい、はい、あのもっと飛ばす選手だと、うんうん、もうウェッジ、ドライバー打ったらウェッジっていう選手とかだと、うん、もっと本当に2ヶ月ぐらいに1本って変えたりするんですけど、はい、この前の試合みたいな感じだとあまり使って番がない。そうですね、そうなんです。パフォーマンスが高いとあまり出番がないないんですけど、バンカーとかはね、でもそうですね、はい、確かに。逆にバンカーショットとか自信持って打ててる時は、はい、ピンを逆に狙っていけるので、本当にあのウェッジの調子がいい時はショットの調子も良くなりますし、バンカー入っても別にパー取れる自信があれば、それこそノープレッシャーでセカンドショット打てるので、はい、18分の18につながったりとかしますね。なので本当先週とかもバンカー あの調子結構良くて、もう外してもいいやぐらいで打てたので、もう気持ちが、そうです、そうです、はい。はい、続いて、はい、パター、はい、このパターは変えたばっかり。そうですね、あの前の週も全く同じのは使ってたんですけど、うん、はい、まあ、あのサントリーで変えたのはちょっとこうグースにネックをちょっと調整してもらった、こう見え方、どう変えたんですか、ネックのところですよね、ちょっと曲げ方、ネックが前に来るんですね、でヘッドが後ろに来るんですね。あ、それはそうです、はいはい、ちょっとこうグースネックって言うんですけど、本当にちょっとなんですけど、ちょっとですね、はい、そうですね、はいはい、構えていただくと、うん、そうなんですよ、こっちが先行してそれがこう遅れてくる、うん、まあ、最近のパターは、はい、そのままの状態でこう来る傾向にあるんですけど、はい、だ昔のもうほんとジャンボ尾崎さんとか、うん、もうあのアイアンとかもそうですけど、うん、パターも全部こうグースネックにして、うん、そうするとこうあのヘッドが遅れてまくる分、うん、ちょっとこうボールが捕まりやすいんですね、うん、はい、でも青木プロがもともと使っていたそのスリクソンのパターがすごくグースネックだったんで、はい、だそれをちょっといろいろ計算しながら、そうですね、パターの方と調整して、はい、え、待ってください、コーチなのかキャディーなのか、どっちがこうクラブもまでなんかイメージなかったんですけど、はい、基本はコーチがみんなクラブを調節というか、このなんだろう、スイング、やりたいスイングに対するクラブのこう降りてきてほしいものとか、そのタイミングだったりとかがあるので、結構コーチの方がもうちょっとこういう短いクラブにした方がいいんじゃないかとか、シャフトもちょっと硬い方がタイミング合うとか、こういう球を打たせたいからちょっとじゃあ番手ずらしシャフト交換してみようかとか、そういう判断は結構コーチの方がみんなやりますね。そうなんですね、はい、私てっきりプロとメーカーさんとのやり取りだと思ってました。まあ、大体3社で、あ、はい、やっぱまあでもみんなでワンチームなんで、はい、そのそうですね、常にこうメーカーさんとは取り、うん、あの連絡を取り合って、はい、でどういう風な方向でやっていきたいですっていうのをこっちに話し合って、まとまった意見を青木プロに言って、まあ、青木プロがやっぱもう社長なんで、ピラミッドで言ったら一番てっぺんです、社長みたいです、はい、でこう、まあ、みんなそこにこうチームとして、はい、秘書、はい、あ、それから秘書、秘書、そうですね、はい、サポートして、はい、そうですね、っていう感じで、はい、あの話し合ってまとまった意見を伝えた方が、うん、まあ、効率がいいので、そうですね、そうですね、でやっぱそれはあの間をこう、うん、プレーに集中してもらったりトレーニングだったり、うん、いろいろこう、いろんなところで、うん、はい、最終的に、まあ、うん、打って打感だったり、うん、こう見え方とか自分の持ってる感覚でしかわからないので、うん、あ、もうちょっとこういう指し方してほしいです、はい、っていうのをまあ、最後にチェックして、はい、まあ、こう修正してもらったりとかして、うんうん、試合で使うっていう感じの流れですね。すごいですね、そんな細かいところまでこだ、そうです、そうです、こ
こだわって。ダメですね、ちゃんとやらないと。で線も引いて、そうですよね。すごい。これ売れちゃうんじゃないですか。これ売ってないですか。売ってます。このちょっと前に出てるのは売ってない。売ってます。あ、いや、あ、まあでも本当にちょっとですよ。そうですね。前の週に使ってたのと見比べても、はい、多分普通の人はあんまり分かんないかもしれないです。構えていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、ちょっとねロフトをつけてあるんですよ。です、ね、白い面が見えやすいと思うんですけど、はい、ちょっとハンドファーストにして打ちたいので、うんうん、そういう、 こうロフトをつけてます。4度、あの 0.2 度単位であの調整させてもらってます。わかんないです4度。あ、ちょっとだけだ、はい、これでわかるんですか。え、待ってください。あれ、ここがちょっとアホが出てるみたいなことですよね。もうそうですね、あのなんだろう、はい、垂直だったら0度じゃないですか、はい、でパターって0度じゃないんですよ、はい、2度とか3度とか、まあ、最初からだいたい順回転になるためにロフトが少しついてて、はい、でそのこう度数を自分のこう、はい、例えばハンドファーストにしたまま打ちたいんだったら自分で起こして打つ分、はい、4度とか5度に最初しといて、はい、実際打つのは2度ぐらいで打ったりとかするんですけど、まあ、なので本当に構えたいこう角度によってですね。言われないと全くわからないですけども、やっぱりプロのクラブはこだわりが詰まってますね。はい、ということで、はい、その貴重なクラブをちょっと見させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。次の試合も頑張ってください。ありがとうございます。ちなみにハウマッチ、いくらに見えますか。え、待ってください、これあれですか。宮里プロと。そうです。いや、ちょっと待ってください。車ぐらいですか。そうですね、スーパーカー。スーパーカーかな。でもレディースなので、はい、あのメンズよりは半額ぐらいですよ。GTR すごい安く考える。 GTR ぐらいですか。これはですね、1000万でございます。そう、なんか福岡とか言って、待ってください。これ海外とかでなんか街歩いてたら心配になるので、ね、絶対外してください。そうですね、ちょっと怖いとこ行くときは、はい、でも軽いんですよね、だからゴルフできるぐらい。すごい軽いです。これ 50g 台なんで、すごい軽いんですよ。なんか高級時計ってイコール重いってイメージあるじゃないですか、はいはい、全然軽くて。持ってみますか。時計はやばいんですけど、はい、え、いいんですか。1000万触っていいんですか。そう、ちょっと日焼け止めっちゃ軽くないですか。軽いね、えしちゃった。しれっと付け方が、そう、付け方ちょっと難しいんですけど。結婚しましたみたいな。確かに。すごい。でも確かに軽いですし、全然なんか平気ですよね、はい、びっくりするぐらい。そうなんです。かっこいい。じゃがね、トゥールビヨンがちょっと、そう、ちなみに何て名前のやつ。これは0701っていう、はい、番号のやつです、ね、これ何人ぐらいつけてらっしゃるんですか。日本のプロって女子は私とみすずだけで、はい、ですね、男子はゆうさくさんだけで、全然全然、あ、3人しかいらっしゃるんですか、はい、ゴルフは3人ですね。3人しかいないって。そうです、日本のプロ、はい、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てねー。